皆様こんにちは、数学ラブです。2024年4月4日動画投稿3周年を迎えました。皆様ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。今回は整数問題を数学するということで、こちらの問題を解いてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。 x の階乗足す y の階乗足す z の階乗イコール3の 2n 乗を満たす自然数 xyzn の値はいくつですか？答えは xyzn イコール1231となります。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。階乗進法によって表された階乗進数は1に定まります。 n が1の時、3の 2n 乗、これ n が1ですのでは9となりますね。3の2乗ですから9となります。これを階乗進数で表すと111となります。これは1の階乗が1個、2の階乗が1個、3の階乗が1個ということで、1の階乗は1ですし、2の階乗は 2×1 で2、それが1個ですから2ですね。そして3の階乗は 3×2×1 ですから6、それが1個ということで6になります。ですので6足す2足す1で9を階乗進数で表すと111というふうにね、表すことができるということになります。で同じようにやっていくとですね、 n が2の時、3の 2n 乗は81となり、階乗進数で表すと3111となり、 n が3の時、3の 2n 乗は729となり、階乗進数は100111というふうにですね、求めることができます。ですのでこの問題の右辺のこの下3桁ですね、こちらはすべて111となっていますよね。これで同じになっています。で、先ほどの、この3の階乗足す2の階乗足す1の階乗イコール9となるということを思い出していただいて、これをですね、ちなみに合同式で表すと3の2乗合同、3の4乗合同0、もっと9となります。つまり n が2以上の時、3つの階乗の和で表せないということがわかります。この問題はですね、 x の階乗足す y の階乗足す z の階乗ですので、3つの階乗の和になってるんですね、になるはずなんですが、n が2以上になると、こちらですね、 n が2とか3とか4とかになると、ここがですね、それぞれこれ1の階乗が1個、2の階乗が1個、3の階乗が1個、そして4の階乗が3個ということでですね、もう、3つの階乗の和でね、n が2以上になってくるとね、表せないということがね、こちら見ていただくと分かっていただけると思います。 ですので n が2以上の時、解がありませんから、 n は1の1を取るということでね、これが確定します。ということは、与えられた x の階乗足す y の階乗足す z の階乗イコール3の 2×1 乗、つまり9ということになり、これを満たす xyz
代償関係はこちらになっていますのでね、x イコール1、y イコール2、z イコール3ということで、答えがね、こちらの xyzn イコール1231というね、答えになります。いかがでしたか？今回は2024年4月4日動画投稿3周年を記念して整数問題について考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので気軽にお寄せください。X もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。